はい、どうも、うずです。今回の動画では、ようやく、この話、こっちの話をする、形になります。ちょっと動画でちょこちょこと出てきてたので、気になった方も結構いたと思います。あんまいなかったかな。はい、カシオの新しいスマートウォッチ、プロトレックスマート、スマートウォッチなんです。Android Wear、今 Android Wear って言わないんだよね。Wear OS by Google っていう言い方になったんでしたっけ。名称変わったんですけれども、そのスマートウォッチをお借りしてます。カシオさんから。というのも、この品、シリーズものなんですが、今回のが第3世代目で、発売日の方が2019年1月18日。この動画を撮影しているのが2018年12月末ですので、ちょっとまだ発売してない時計なんです。まあ、その時計を早めにお借りできたので、実際使った感想と、あとこの時計の機能、まあ、全部ではないんですけど、一部機能、ご説明したいと思います。で、最初に気になるのはやはり大きさだと思うんですけれども、普通の成人男性がつけて、こんな感じです。見た感じ普通ですよね。ちょっと大きめな時計には見えるんですけれども、本当にコンパクトになってると思います。で、右手につけたアップルウォッチ、今つけてる方が本当増えましたので、アップルウォッチの大きさで基準って考えると、非常に分かりやすいかなと思います。こんなサイズ感です。確かに大きいんですが、そこまでバカでかくないっていうサイズではなくなりました。で、そのサイズなんですけれども、私先日やはり気になったので、この一つ前のモデル F20、どうしても見たくて秋葉原のヨドバシ寄ってショーケースの中に入っていた F20 を店員さんに取り出してもらって並べて比べてみました。サイズは本当にちっちゃくなってます。で、店員さんの方もその古いモデルはちょっと大きさが大きいっていうのを気にしてたみたいで、私が並べて見てる時に、あ、お客様その新型持ってらっしゃるんでしたら、あえて古い方を選ばれる必要はないと思いますよって丁寧に教えてくれてむしろそこでね、なんで新しいの持ってるんですかってツッコミが欲しかったっていう、ちょっと内々な気持ちがあるんですけれども、その時は普通にスルーと流されて、新型があるんだったらその新型の方でいいですよってことで、それぐらいサイズ感は違います。以前の F20 を使ってらっしゃる方も結構いらっしゃると思うんですけど、大きさはかなりコンパクトになりました、今回の F30 で。色の方が今回私がお借りしたブルーとオレンジ、あとブラックあるんですけれども、どの色も素敵で、個人的には新色のこのブルー気に入ってるんですけれども、オレンジもやはりイメージカラーとしてはすごく印象強いので、いい色だなと思っております。で、肝心の腕時計機能なんですけれども、これが今ディスプレイ触ると表示がちょっと変わるんですが、これちょっと後で話しますね。長押しをすると、このような形で、時計の表示をこう切り替えができます、簡単に。それなので自分のお気に入りの時計を選んで、まあ、ちょっとプラスもできるんですけどね、こう選んで、選んで時計を追加できますので、この中で気に入ったものをタップして時計の表示を変えるという形を取れます。他のスマートウォッチでも一緒なんですけども、この手のタイプってやっぱり表示の画面を自分で自由に変えるっていうのが楽しいので、そういったところもかっこいいデザインがいっぱい取り揃えられていて気に入っております。まあ、このボディがね、もともとかっこいいからね、これに時計合わせて使うっていうのがすごく、おしゃれな感じしますよねおしゃれとはちょっと遠藤いいんですけど。はい、次はボタンの説明。この右のメインボタンを操作すると、この中に入ってるアプリがそのまま表示されます。ここに関してはタイマーだったりライトだったり、アラーム、そういった日常的に使われるアプリが最初からプリインストールされてます。で、天気予報とか翻訳とか、翻訳も入ってるんですよ。これマイクついてますから、翻訳機能をそのままスマートフォンと連動して使うことができます。で、表示の上の部分なんですけれども、上のボタンを押しますと、マップが表示されますので、これ Google マップかな、Google マップが表示されるので、こちらで拡大縮小などを行って地図をより詳細に見たり、広く見たりということができます。で、マークや音声メモなどもありますので、地図をフル活用していろんなものを調べることができます。で、地図に関してはスマートフォンと連動しておくとリアルタイムで表示してくれるんですけども、スマートフォンの通信を使って、ただこの地図に関してはオフラインでも使うことができます。前もって地図をダウンロードしておくと山などに入って電波がないところでも GPS と連動して地図を見られるので、本当に登山とかハイキングなどをする方にとってはすごく役立つスマートウォッチになってます。で、こちら下のボタンを押しますと、よいしょ、このような形で、方位測定とか、これ押すごとに切り替わっていくんですけどね、表示の方をこう切り替えながら、いろいろと必要な情報を取ることができるようになっております。で、これもすごく見やすくアクセスできますので、利便性はかなり高いなと思われます。だ、本当にアウトドア向けな、ね、ツールなんですけど、まあ、そういうための時計ですからね、プロトレック、非常にいい作りになっています。すべてが使いやすい。まあ、第3世代目ですからね。使いやすい。
形に集約されてます。でデザインも実用性も非常にいいスマートウォッチ、このプロトレックスマートなんですが、やはり気になるのが電池持ちですよね。電池持ち気になると思います。またこれちょっと基準的な話なんですが、私が今使ってるアプローチって、まあ、大体の人が同じだと思うんですけど、2日丸ごと使うとほぼ電池空になると思います。私の使用頻度だと大体1日で 50% ほど消耗してますので、本当に2日目で大体切れることが多い状況です。でここ1週間ほど使い続けているこちらのスマートウォッチ、どうなのかというと、通常の使い方だとアップルウォッチより電池持ちません。ってなるよね。2日でも少ねえぜ、2日持たねえの。はい、電池持ち悪いです。ところがちょっと重要なポイントがありまして、このカシオのスマートウォッチは3パターンの、モードを搭載しております。1つは通常モード、本当に普通の使い方をするモードの場合がバッテリー持ちは 1.5 日と公式のホームページに書かれています。まあ、表示の設定を特別な仕様にせず、GPS、Bluetooth、Wi-Fi などを、まあ、常時接続というか、まあ、ほぼ使う状態にしている場合 1.5 日で電池終わります。これ持たないモード、まあ、その代わりいろんなものにアクセスしたり頻繁に使う場合には非常に使えるモードになってます。で次がエクステンドモード、これがですね、公式にはこれは2泊3日ぐらいの登山などをされる方におすすめなモードだそうで、表示はほぼ通常表示なんですけれども、GPS 機能だけ活かして Bluetooth や Wi-Fi を基本的には切断している状態、それなので電池持ちが3日間持つという状態になります。まあ、ちょっと米印で書かれているのが、8時間の行動中に GPS 記録地図表示を行った場合、使用環境によって変動しますということなんですが、そのカシオさんが計算した、使い方に関しては3日持ったという話になりますね。でもここちょっと3日持たないんじゃないかなって個人的には思っております。特にね、使い始めの時って頻繁に見ちゃうからね多分3日持たない。はい、で3つ目のモード、これが非常に長持ちさせるモードなんですが、状況によっては1ヶ月持つ電池モード、どういうモードかというと、 GPS、Bluetooth、Wi-Fi などはもう切断した状態、使わない状態、それでいて画面の表示をモノクロモードだけにしとくというモードです。これだと通常の時計として、あとは必要最低限な気圧表示や方位表示、などを見れるモードにしといて1ヶ月持つという話になっております。この3つのモードを使い分けることによって、カシオのこのプロトレックスマートはバッテリーの持ちを調節できるというものになってます。で今話してきた中にちょっとモノクロ表示とかそういう表現があったんですが、すいません、この話を先にしといた方がよかったかもしれないですね。カシオのこのスマートウォッチは2層レイヤーという構造を持っていて、モノクロの液晶表示、これが電池を長持ちさせるモノクロの液晶表示で、タップをしますと、有機 EL のカラーディスプレイに変更されるんです。視認性が高く見やすい表示ですね。この2層レイヤーをうまく使い分けることによって電池の長持ちを実現しているというスマートウォッチになってます。こういったところがちょっとアップルウォッチとは違って面白い技術ですよね。すごいかっこいい。はい、そんなカシオのスマートウォッチなんですが、私実際これすごく気に入ってまして、この1週間は右手にアップルウォッチ、左にカシオのスマートウォッチっていう状態でお外でも出かけてる時もずっと過ごさせてもらったんですが、時計としてはやっぱりこっちの方が使い勝手がいいです。なんでこれはっきりこう言うかというと、前から言ってるんですけれども、アップルウォッチってこうパッて見た時にタイムラグがあります。よく完全ワイヤレスイヤホンとか使う方、 Bluetooth のイヤホン使う方が、スマートフォンなどの端末と連動すると遅延が発生する。それって本当にコンマ数秒の話だったりしても違和感を感じるとか、その遅延に対してすごく敏感なんですが、これは視認性に関しても同じだと私思っております。 Apple Watch も角度を変えるとパッっていう風に時計が表示されるので便利だと思うんですが、これタイムラグあるんですよ。見た時に一瞬反応が遅れて表示がされるので、すごく煩わしくいつも感じてます、 Apple Watch の時計に関しては。ところがカシオのこの2層レイヤーの時計は常に時計はモノクロで表示されてます。それなのでパッと見た時にまずそのモノクロの数字が入ってきます。だからこれは時計です、腕時計です。しっかり機能を果たしてくれてます。私はアップルウォッチ、また怒られるなこれな、いろいろ言われるな。だから私アップルウォッチちょっとシリーズ2だからかもしれないんですが、私アップルウォッチのシリーズ2は完全に時計としては、腕時計としてはすごい完成度低いなと思ってるんです。なのでこの時計がある場合は、私はアップルウォッチはスイカを使ったり、スイカを使うだけだな、はい、スイカを使うだけの端末になってます。それ以外の行動記録とか時計を見るとかそういった作業はこちらのプロトレックを使いました。
そんな使い分けでいいのかなっていうところなんですが、そんな感じになりました。ですのですごく気に入っております。はい、そのプロトレックスマート気に入ってるんですけど、気になるポイントもお話しておきたいと思います。発売前にねこういうこと言うのもどうかと思うんだけど、先にその気になるところを理解した上で購入する人がいた方がいいもんね。このプロトレックスマートももちろん充電式です。バッテリーを充電して使い続けることになるんですが、その充電方法、これが気になります。はい、見えますでしょうか。ここが充電のための接点なんですけれども、こちらにこの専用のケーブルをマグネットで止めます。こんな感じです。マグネットで止まるんです。ところがこのマグネットで止まる充電ケーブルなんですが、すごく緩い。もうちょっとね雰囲気でわかると思うんですけどもちろん腕にしたまま充電するわけじゃないので、外して充電をするんですが、その時に本当にマグネットが弱くて、まあ、ついてくれるんですよ。ついてくれるんですけど、例えばこれで持つイメージが私あったんです。全然ダメです。ちょっと全然ダメです、強く言っちゃったんですけど、なんでこれを気にするポイントでこんなに強くね言うかっていうと、私これ借りて翌日、ウキウキ朝使おうと思ったんですよ。そしたら、まあ、置き方が悪かったのかもしれないんですけど、朝これが外れてて充電されてなかったんです。こんなにマグネット弱いと思ってなかったので、でそれからはすごい慎重にマグネットが取れない付け方をして、ゆっくり置いてテーブルに充電しております。それなので、このマグネットはもっと強くしていただくか、あと別の方法を何か考えていただければよかったかなと思います。これだってこうつけてね落ちちゃうって、まあなんか足が引っかかったりとかそういう時でパッと外れるように作られてますよっておそらくね言われるかもしれませんが、個人的にはこのマグネットの弱さは悲しいかなって感じです。まあもう一つ気になるところはやはり電池持ちだったんですが、電池持ちに関しては先ほどねモードの変更でうまくカバーできるっていうことをお伝えしたので、これに関してはまあ増えてくれたら嬉しいし、もしソーラーパネルなどを利用してすごく長持ち設計にねされるともっと嬉しいんですけど、このあたりは先の話かなと思ってますので、まあ今回に関してはその充電のマグネットの弱さだけが気になった感じですかね。本当にいい時計です。はい、今回はこのカシオのスマートウォッチ、魅力的なスマートウォッチですが、2019年1月18日発売予定ですので、この時計のお話を早めにさせていただきました。今回の動画を見られて気になった方はぜひ下の公式ホームページリンクつけておきますので、そちらでよく確認していただけるといいかなと思います。耐久性とかもねもちろん素晴らしいので、極圧防水しっかり入れてますし、マイク内蔵なのに、どんな環境下でも使用できるってところを実験されて実証されてますので、とても心強い安心できるスマートウォッチだと思います。今回はスマートウォッチの話をさせていただいたんですが、普段からいろんな動画を上げてるチャンネルになりますので、今回の動画でちょっと気になっていただけた方は他の動画を見て、そのままチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた別の動画でバイバイ。はい、今回はカシオの時計の話を中心にさせていただいたんですが、両方同時に使ってみて、 Google と Apple、 ウェア OS by Google と、ウォッチ OS に関してのちょっと違いなども後ほどお話を動画でできたらなと思います。違いというか使ってる上でちょっと感じたことがあるので、そのあたりをちょっと別動画で上げたいと思ってますので、お楽しみにしておいていただけるとよろしいかなと。今夜はクリスマスイブですね。家族で過ごされる方、恋人と過ごされる方、一人で過ごされる方、いろいろいらっしゃると思いますけれども、私は21歳のクリスマスイブの日に、一人で有楽町の映画館でタイタニックを見ました。すごいでしょ。